はい、ついにこの日が来たか。荷物運んでばっかりで NPC もいねえし、味方いねえし、クソだなと思ってたんだけど、こいつらは味方だ。ぶん殴る。このようにぶっ殺すこと、気絶させることもできるわけですね。楽しい。まあ、ということで、運びたいと思います。この人たちを。やっと荷物じゃないのを運ぶ時が来た。流されろ。流されろ。嘘だろう。どういうこと、どういうこと、意味わかんねえ。許さねえから。結構早いんだけど。くそ、俺でもこけるような道をこいつはこけないのか。許さねえぞお前。ちょっと寝るわ。許さねえからな。ちょっと寝るまで待ってろ。ちょっとスタミナなさすぎてしんどい。この野郎、俺が動きを取れねえからって早くして、サム、貴重な NPC が、貴重な味方 NPC がいなくなっちゃう。くそ、くそ、本当にくそだこいつ。頭いいな、寝てる隙に古典的な戦術を。ウサギとカメですよ、もはや。もしもしカメよ、カメさんよ、世界のうち。どうせ俺がまた寝てる隙にいなくなるんだろう。これを繰り返していこう。おい、俺荷物外したからっていなくなんじゃねえぞ。お前すぐいるよ、俺休憩すんだ。上がってか、いなくなんじゃねえぞ。あ、この野郎、頭いいな、あいつ。ゆっくり寝られねえじゃん、これじゃ。早く早くして。あ、一緒に休んでいかない？そうだそうだ、一緒に休んでいけばいいんだ、プライベートルームで。こいつと一緒にプライベートルームに入ります。そうすればこのめんどくせえ俺のスタミナも最大値上がって回復するはず。ウサギとカメ、それは分かっている。ただプライベートルームであれば俺とお前は獣と獣、いや獣とウサギちゃんかな。ようこそサムポーターブリッジと、その愛人だ。ダルヒュー。あ、施設がカイラル通信が繋がっていないとはプライベートルームが利用できません。マジかよ、俺がクソだった。全然進めてないからね、俺。やめろー。ちょっと今ね、荷物に切り取られてて大事なものを見失っていた。タサンです。クルーで、ここなんかフルスみたいなとこなんだけど、フルスだったら俺のプライベートルームが使えるので。よし、行くぜ。あ、どうなった？え？え？一人ぼっちだ。嘘だ。
血液採取チェック。献血ありがとうございました。いないか。そこに君はいないか。出てみよう。プライベートルームは血のごとくプライベートで入ってこれないのかな。いないかな。どこだい。どこだい。検知。お。ここからでも行けるからね。サム、ああやっぱダメだ。